いいか、ゲートを出て工場を通り、青いゲートを抜けて第6ブロックに入れ、司令本部ビルに侵入し、デトロニックバッテリーを盗め。はい、こんにちは、ビッグボーイです。ではウルフェンシュタインザニューオーダー続きをやっていきます。デトロニックバッテリーを抜っ取っていくんだけど、あそこの監修は無能なのかなじゃあこっちに行っちゃうぜ。いないし、さあ今回もステルス的な感じかな。ここは工場か。ここをポチッとな。ブーッ、着いた。司令本部ビルだ。笑い声が聞こえたぞ。言うまでもないけど正面からは入れないよな。あ、でも入れそう。横から入れそう。わ、あのパパ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 パ、あの壁紙がある。これか。こういうシステムはどこのドアも全部同じなの？バッテリーはこの中にあるはずだ。これっぽいけど違うんだ。これ登る。登れた。よし。お邪魔しまーす。ああ。どっちから来る？ガッ！お前だ次。よし。危ねえ。この人たち銃は持ってないのか？堕落者の殺人犯二人組、今日処刑。これトイレ。行けるところを手当たり次第行ってみよう。そっか、ナイフを2つ以上持ってたら投げれたのかって。ここ外や。でもなんかある。アーマーだ。歩く音がする。そこにも一人、あっちにも一人。あー、ナイフは一個しかないもんな。さっきのやつはバレなかったが、あることはしない。トイレか。さっきの兵士というか監視はどこ行ったんだ。まあいいや。フラウエンゲルの部屋か。彼女の香水の匂いがする。フラウエンゲル。なんかゲット。
社説レジスタンス復活か、復活してるよ今。ああ間違った、今まさに来てるよ。フラウエンゲルってあのばあさんか、もしかして。ここはもう何もないね。さあ問題は1階だな、1階。うっ、バレてない。ああバレたか、バレてる。くそ、アーマー持ってる。来るかこれ。足音しないぞ。でもなんかそこに固まってるけど、一人登ってきた。ほらほら、なんか悠長だけど、これやっちゃう。よし、ステルスなんてなかった。ここになんか金の酒造、うわ、ちらいるな、こっちにも。こいつをひとまず投げナイフで。投げナイフさっきどうやってきた。あいつに投げナイフできなかった。ほらー、よしで、うわー痺れる。大丈夫？ダメじゃん。絶対あのばあさんだ。何を企んでいた？あ、日本語。うわぁ！やられた。バッテリーだ。うわぁ！バッテリーは持ってきたな。あるぞ。どうだ？こっち来んな。うわ、すぐ動かしたな。虫けらのように死んでいけ。どこまでも追いかけて。うわ、こっちをみんな。でも、この油に油を注いでやる。絶滅するがいい。そして最後は、焼却の息だ。うわぁ。うわぁ、投げられた。なんとかなった。
れでかいの。これでみんな解放される。よし、収容所に戻ってガレージのドアを開けるんだ。だからサムソンじゃない。ゲートを破壊する。行くぞ。さっきのぶん投げられたやつは落ちてったのか。なんだ、どっから撃ってる、あれか。歩いてる間はちょっと精度が悪いんだよ。でもこれも弾の制限あるか。チェインガンにして、よし。あれ死んでない。よしと、敵がのやつが来た。来れんぞ。来れた。おらおら、ちょ、まずいまずいまずい。うお、ちょっと下がる。当たんない。あ、ランチャーだ。ちょっと、おらおらおら。よし、また来た。なんか弾が飛んでるような感じがしないな、これ。よし、どこだ。ミスター・ブラスコビッチ、あの屋根の上に下ろしてくれ。ガレージに入ってゲートを開ける。オッケー。あれ、あのババアを倒したけど、あのなんだ、あの、あのもう一人の男の方を倒してないんだよな。彼らを守れ、ミスターブラスコビッチ。警報になった。来た来た来た。頭がない。おらおら。あ、体力がこれ下に表示されてた。やめろ。もう来ないか。どうしたらいいんだ。来た。
わ、まだ来る。こっから当たんのかこれ。スタコラササだ。の。誰一人逃げない。うわ、逃げたぞ。とりあえずお世辞は言わないんだが、私は君の肉体を過小評価していたのかもしれんな、ブラスコビッチ君。ダトイシュード、教えろ。そいつは何だ。ダトイシュードは戻ってきた。古代からの秘密結社だ。数千年前から極秘で活動を続けてきた。何をするの？祈ったり？いやいや、宗教組織じゃなく研究機関だよ。ダトイシュードの技術は一世紀先の高度なものだ。とてつもなく危険でもある。悪の手に渡ってしまうとな、ナチスは我々の隠れ家を発見し秘密を盗んだ。戦争に利用したんだよ。奴らの功績は全てその知識を活用した成果だ。だが隠れ家は一箇所だけじゃないんだ。世界中の秘密の場所に数百とある。ナチスが見つけたようなほんの小さな仮住まいがね。他にも知識や技術をしまった広い宝物庫がある。偉大な発明品ばかりが詰まっているんだ。諸君らを案内してもいいが、たどり着くのは大変な困難を伴う。何が必要？大西洋の深海に隠されているんだよ。必要なのは U ボートだ。深海に潜るためにな。以上だ。ナチから盗めってのか？ U ボート、気は確かか？おお。U ボートは手に入るわ。そのためにはこれを使えるようにしないと。できる？ダトイシュードのエンジニアだぞ。朝飯前だ。よろしい。追加したい機能もあるの？結構な人も助けたな。詳しいことは後で話しましょう。ブラスコビッチ、彼に手を貸してくれる？じゃあまた手を貸そうか。うわ、いいぞいいぞ。はい。おお、ミスターブラスコビッチ。溶接機が必要。溶接機を頼んでいいかな。悪いね。あ、この人生きてたか。その組織では具体的に何をやっていたのかしら。まさか神秘の技術か何かじゃないでしょうね。なんかがついにイギリスの暴政に終止符打たれる。どう？そんなものは溶接機だ。なんだ。お前勝手に食おうとしてたの。誰かがヘリを調べてたみたいだな。ほう。お？ごめんなさい。ただ結婚指輪が見つからないの。指輪？ここに来た時になくしたの。高価なものではないけど、彼の形見をそれしかない。バレンティン。エステバン。ラインホールド、寝てる。ブラスコビッチ隊、ありがとう。はい。あざ、はいはい、どういたしまして。再会させてくれて。妻は死んだよ。え？私は多くを失ってしまった。生きてないの？フェロメーナ。ここ、マイマイル。マックス。はい。
ツールとなるとやっぱ上か。ちょっと指輪はちょっとごめんなさい。ちょっとストーリーを進めさせてください。とりあえずナイフを取って、ポン。あれ、ツールは。悪夢はもういいや。溶接機はファーガスか。あ、本当だ。ファーガスって書いてある。ほい、ほい、ほい。もうこれはいいか。ファーガスはいないぞ。ガースーはどこだ？セットが必要としているものを探してあげて。いい？いや、そのちょっとガースーを探さないと。ガースーこっちかな？脱走したらしいし。違うな。ガースーはどこだ？あ、ガースーか、違う。あ、ガースーじゃない。あ、ガースーいた。どうしたよ、ブラスコビッチ。溶接機を知らないか。いや、わからんな。ん、待て。あ、そうだ。あの噴水の秘密の入り口で柵を直そうとしてた。その時に水に落としちまった。バカ野郎。忙しくてそのままになってるが。急ぐなら自分で探してみるといい。何地図が必要か？噴水の入り口へ行くドアはメインルームのテーブルの後ろだ。ああ、噴水か。やれやれ。どっから来たっけ？そこか。んーと？ああ、失礼。考え事か。邪魔して悪いんだが通してもらえるかな。ああ、いいぜ。どうせろくでもないことを考えてただけだ。悪巧みか。俺のような体験をすれば行かれちまっててもおかしくないだろう。だがなぜならないか。本当はもう行かれてるのに俺が気づいてないだけかもな。戦争なんだ。気にしても仕方がない。今はこの暴風を乗り切るだけだ。風向きを変えるために。ナチスを滅ぼす。ああ、ナチスを滅ぼす。もしその時が来たら祝杯をあげようじゃないか。おごれよ。さあ、ファーガスの落とした溶接機を。またこっちに来ることになるとは。ん？あれ？そっちか。あ、こっち、ここか。ブーっと、やって。これか。よし。戻る方法を見つけろ。ここ上登れないの？ダメか。じゃあ。ここは息継ぎかよ。で、ナチスの声がする。腐った実が一つあると全部腐る。ここ上がって上がれる。充電しといて。
ん？どうしりゃいいんだ？あっちにジャンプか。ってわけでもないな。どっかまだ水中に。あ、なんかある。あれか。どうしたらいいんだろう。ちょっとそこ登って。ビームであれ、撃てんのかな？あ、撃てた。オッケー。こっちから喋ってんのか。めっちゃ人の声する。全部上か。これ全部撃てそうだけど。これダメか。んで？落とした意味。なんかある。あ、医療パックか。これをガシャコンとする。なんだ？なーに？もう一人いる。ちょっと早く充電、早く充電、早く充電。オッケー。くっそ、勝って、よし。もう一人いなかった。いない。な、しまった。こっち通れる。あ、違う違う違う、こっちこっち。お、これは。あ、こっちでいいや。ん？なんかが外れたか、そっちで。なんだ？視界の色が変わったぞ。あ、戻ってきた。これは一つに手こずった。次はお前が行けよ、ファーガス。ああ、指輪、指輪、ごめんなさい。はい、寄せ付きです。おお、そうだ、サムソン。これでだからサムソンじゃねえ。あとはこのメモをアーニャに渡してくれないか。トラッキングにトランスポンダーの周波数が必要だ。マルテッツ、ウィリアム、ちょっといい？Hast du Blaskowitz gesehen? Schon wieder mit dieser Unsinn! Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? Oshikatta. Kimito. Koushita. Itsu mademo. So na hi ga kuru wa. Itsuka kitto.終わったか。そろそろ行くぞ。今はまだだけど。
聞いて、ブラスコビッチ。あなたがいるのは下水トンネル。それは町中を網羅している。深く潜るとベルリンの地下墓地がある。巨大かつ町で最も安全な区域、ナチスの兵器貯蔵庫よ。そこにある兵器を入手できれば反乱を起こせる。でも水に閉ざされた区域に部外者は入れない。警備網を突破する手段はただ一つ、トンネルグライダーよ。ナチスがトンネルの整備に使っている。手入れを続けてようやく使えるようになった。よし、じゃあこの今度これを乗ってトンネル、下水トンネルを通っていくってことか。よし、じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。